どうも、YK ミュージックルームへようこそ、川原ゆ太郎です。さて、今回の企画なんですけれども、毎週月曜日に公開している YK ミュージックルームとはちょっとまた別の趣旨で、一押しという形でですね、僕が最近ハマっているアーティストを紹介していきたいと思います。その早速第1弾なんですけれども、今回はロンドンのアーティスト、アーロ・パークスを紹介したいと思います。アーロ・パークスね、まだ若干20歳で2021年の1月にデビューアルバム Collapsed in Sunbeams をリリースしまして、このアルバムでね、もうちょっと世界的にドンと有名になったんですけれども、僕ね、未だに聞き飽きず、何回聞いても、未だに新しい発見があって、今でもヘビロテしてますっていうぐらい大好きなんですけれども、そんな彼女の魅力についてお届けできればと思っております。まずアーロ・パークスはですね、西ロンドンのハマースミスというところで生まれ育ったんですが、ナイジェリアとチャドとフランスのミックスということでね、まあ、そのあたりもちょっといろんな血が入ってて、まあ、そのあたり音楽のバックグラウンドにも関係があるのかなと思うんですけれども、名前は本名ではなくて、まあ、フランク・オーシャンとかキング・クルーから影響を受けてアーロ・パークスっていう名前を付けたって言われてますが、もう彼女はね、もうちっちゃい頃からクラシックのピアノとかも習ってて、ピアノもすごく上手いんですけれども、彼女の一番魅力は何といっても歌声ですね。もうちょっとね、なんか細くて可愛らしい声ではあるんですけれども、もう本当にベッドルームポップと形容されたりしますが、本当にベッドルームで囁いてるような歌声、最近で言うとそれでこそビリー・アイリッシュとかもそういう感じですよね。まあそういう女性アーティスト流行ってきてますけれども、まあその繊細なんですけれども力強い歌声っていうのが一度聞くと耳から離れないような、彼女の魅力となっております。まあ、クライロとかあとフィービー・ブリジャーズともね、一緒にレディオヘッドのカバーなんかしたりしてるんですけれども、かっこいいですよね。女性アーティストでレディオヘッドのカバーをするっていうね、まあ、それこそ YouTube なんかにはクリープのカバーをしている動画も上がってるんですけれども、まあ、ほんとシンプルで原曲に忠実なアレンジなんですが、彼女が歌うだけでもうなんかすごくいろんな風景が広がるというかね、ちょっとこれは一度見てほしいなと思います。そんな彼女が2021年の1月に Collapsed in Sunbeams というアルバムをリリースしました。これちょっとね、 BBC のドキュメンタリーの方でもう彼女にビデオカメラポンと渡してね、これでデビューアルバムの制作風景撮ってくれって言って、実際それがドキュメンタリーとして YouTube に上がってたりするんですけれどもね、本当にロックダウンの最中、もう家の中でこもって曲を作ってっていう風にやってるっていう感じだったんですけれども、まあ、彼女のインタビューとか聞いてると、もう曲はどこでも作れるよと、まあ、お風呂で作ったりとか、外を歩いてる時に作ったりとか、っていうこともあって、まあ、ただベッドルームで作ったりっていうのが一番落ち着くかなみたいな言ってて、まあ、それこそベッドルームポップってね、今でも流行ってますけれども、彼女のね、ベッドルームポップは何て言うんでしょう、なんかベッドルームの中なんだけれども、すごく景色が広がるっていうイメージなんですよね。まあ、それこそもうリズム帯がもうバチバチにグルービーで、後乗りっていうんですかね、もうドラムとベースだけでも後乗りなんですけど、さらにそこに彼女のボーカルがより後乗り感を出してくるっていう、またそれだけじゃなくて、まあちょっとロンドンなまりもあるんでしょうけれども、英語の発音がね、まあ語尾の子音を結構省略したりするんですよね。例えば You are not alone like you think you are っていう歌詞があるんですけれども、それも You're not alone like you think you are って言ってるんですよね。 Like を Like you って言ったりとか、最初ね、音だけ聞いてるとき、ん？これ歌詞なんて言ってるんだろうと思ってたんですけれども、歌詞読んでみると、あ、 Like のことで K を発音してないんだみたいなね、なんかそのあたりがちょっとね、独特の色気というか、まあ、その T だったり K だったり語尾を省略するっていうところで、うっていうね、独特のそこでまたグルーヴ感が生まれてるような気がするんですよね。まあ僕のおすすめはブラックドッグと、それからジャストゴーとか、あとホープとかね、まあもう正直全部いいんですけれども、特にこの3曲はめちゃくちゃおすすめなので、ぜひぜひ聴いてみてほしいなと思います。またですね、今ではもう本当に先ほどクライドとかフィービー・ブリジャーズとか、まあ、数々のアーティストとコラボしてるって言ってたんですけれども、最近僕がまた注目してるね、イギリスのバンド Easy Life っていうのが、いるんですけれども、 Easy Life とも、コラボフューチャリングで、サングリアっていう曲リリースしてるんですが、これもね、もう彼女が歌い出すだけでもう空気をガラッと変えるっていうぐらい、
まあ、それだけちょっと彼女の声の魅力があるので、もう百聞は一聴にしかずですね。ぜひぜひアーロパークス聞いてみてください。 Today I wanna be